10時50分、これから空港に向かいます。両替をします。なんかもう全部が初めてになった。楽しいわ、わからないけど楽しい。今電車待ちです。今日はスピンで行こう。なんかもう暑いから外が、今からメイクしても、いやホテルに着いて荷物置いたらメイクしたいな。一回ジョプトでソウルまで行って、でホテルまで行って、でホテルに荷物を預けて、ちょっとブラブラ今日は一日目探索したいなと思います。そんなに暑くない、まだ。湿度は日本より全然ない気がする。面白い。うん、今から四段駅まで向かいます。でもタクシーとかを予約してなかったので、とりあえず日差しを遮りながら歩いて向かいたいと思います。だいたい30分ぐらいだったので行けるかなと思ってます。ここ、ミャンマーに着きました。あっち、とりあえずホテルにこの荷物を、大きい荷物をね、置いてから、ちょっと本当に日傘と変換プラグだけはないと困るんで、それをちょっとホテルの人に聞いて帰ってこようと思います。暑いよ。結構でも湿度はね、そんなに感じない。日本の方がやっぱ暑いね。お腹空いてるので、なんか途中でいいご飯屋さんを見つけて食べたいだと思います。お昼かな、ちょうどお昼の時間なんで、ランチタイムですね。でも思った、なんかさ、母国じゃない国に来た時の英語の安心感よ。別に英語が話せるってわけでもないんだけど、私がね。でも、なんていうの、完璧に話せるわけではないんだけど、ちょっとだけ話せる、本当にちょっとだけ話せるから、それが通じてくれるのが嬉しい。あと、大使館前の両替に行って、割とそこが割といい方なので、そこに行って
まず両替するのが第一かな。なんといっても買い物するにもできないので、まずホテルに荷物を置くの、置いてから両替して、ご飯食べて、日傘と変換プラグを買いに行きたいと思います。もうちょっとね、日焼けがすごいな。多分今日めっちゃ焼けたと思う、この数時間で。一応朝出るときに日焼け剤塗ったんだけど、絶対焼かないアネッサを今日は持ってきました。今回は強力な助っ人としてなんだけど、塗り直ししてないから、機内の中でちょっとやばい、てか怖いので、ちょっと鎮静クリームも欲しいかな、緊急用で。もうね、右腕のが焼けに焼けてる気がして、もう仕方がない、やばいと思う。暑かった。チェックインがね、今空いてるからできるみたいなこと言われたらラッキー。カメさんハムにだ、感じ。こっちか。初海外、なんと無事に着きました。アリープヤング、後で行きます。いろいろね、パックとかスキンケアとか売ってて、本当になんかもういくらお金があっても買いなそうだな。今回すごい化粧品いっぱい買いそう。自分のさ、洗面所に入りきらないぐらい買っちゃいそうな感じがするから、ちょっと怖い。まあいいんだけどね、全然それは。行く場所全然余裕であるからさ、使いすぎたらそれを余裕にしようかなって思ってる。乗り換えてきた。乗り換って、そこのお店の人から名刺もらった。でもね、結構カフェに今入ろうと思って、カフェもちょっと見てるんだけど、カフェが、まあ、結構私甘い飲み物苦手なのね。甘い食べ物は好きなんだけど、食べれるんだけど、でもなんかあんまりそそられないやつが多いかな。ご飯屋さんを探そう、探せ探せ。あんまり食べたくないが、まあ、がっつり食べるんだけど、多分なんだけど、普通に屋台も行きたいから、屋台カフェの気分じゃなくなったが、普通にご飯屋さんに行きたいんだよ今。何食べようかな今。でも結構ね、お肉食べたい気分かも。あのカンジャンケジャンも食べたいかな。もういっぱい買いました。マジで重いんだけど、もう力がなくなるよね、こんなに多かったら。卵パンを買いました。200ウォンだった。甘い。これいっぱいあるので、この中にいっぱい入ってるので、重すぎてもうちょっとご飯食べに行きたいけど、ご飯食べるほどの余裕がないので、手がね、一回帰ってでまた行こうかなと思います。で、帰りに、コンビニに寄って、ビヨットだっけな、あの有名なヨーグルトと、あとお水、あ、お水、いや、お水、いや、お水と、なんか食品を買っていきたいなと思います。あ、でも待って、マジで美味しそう、ここ。待って、目の前に本当に美味しそうなご飯屋さんあるんだけど、キンパとかも食べたいもん。食べたいし、焼肉だね。焼肉もある。カンジャンケジャンとか食べたいよね。超美味しそうなんだけど、いろいろ。今日は何なの？思いっきり観光客。見て、カンジャンケジャン。あ、チヂミとかも食べたい。食べたいよ、ケジャン。アップルペイ使えるしな。メニュー表あんのかな？死ぬんだよね、でもね、手が。でも、あ、冷麺とかある。うわ、もう食べたい。普通のご飯屋さんがいいんだけど、なんかもうそんな感じじゃなさそうな感じ。うわ、マジで荷物多すぎて本当に手が地獄。お通し、
めっちゃいい。Thank you. Did you meet him? Ah, okay. Thank you.マジでホテルにご飯も食べたので、今からご飯に帰って、今からホテルに帰ります。でチヂミとビビンバ頼んだんですけど、本当に量が多くてちょっと食べきれなかったので、チヂミをお持ち帰りにしてもらいました。なのでまた今日お腹が空いたらホテルで食べるし、お腹空かなかったらもう明日に回そうかなって冷蔵庫に入れて保存するので、もうコンビニ行かんでいいや。多分無理、死んじゃうよ。明日も一日中外にいる予定なので、もうね荷物が多すぎて。あ、これちなみにこの白い紙袋がチヂミ。帰ります。ちょっともうシャワー浴びたい、荷物を整理したいです。バイバイ。はい、帰ってきました。ホテルに着きました。ご飯も食べ終わって、自分の欲しかったパックとか、まあ、クレンジングとかも買えたので、今日のところは OK って感じなんですけど、もうこうやってテイクアウト方式にしてもらいました。ちゃんと新しくタレも入れていただいて、でちゃんとねチヂミもこうやって丁寧に包装してくれて、もう今日は結構ヘトヘトなので明日に回すと思います。よいしょ。OK、そう、今日の1日目が終了しました。今お風呂から上がって、もうあとマッサージとストレッチをして寝るだけです。一人で意外とやれるんだなって自分で分かったし、そんなにちょっとビビってたところあるんだけど、一人の海外旅行に。あ、でも多分韓国っていう日本からあんまりすぐ行ける距離のところだからかもしんないけど、結構そんな恐怖心抱かなくていいなって、ビビり散らかさなくていいなって思った。でなんで今回一人かっていうと、本当は私と友達の2人で来る予定だったんですよ。だったんだけど、一緒に来る予定だった子が急遽体調崩しちゃって来れなくなってしまったのね。だから、まあ、私一人最初はねキャンセルしようかなって私も思ったんだけど、二人分キャンセルしようかなって思ったんだけど、なんかほんともったいないなと思って、それってせっかく海外に行けるチャンスを自分でこう潰すっていうのももったいないなって思ったし、今回のこの韓国旅行を半年ぐらい前から二人で計画してたのね。で、まあ、ホテル取ってフライト取ってっていうのやって、でなんか2人でそのどこ行きたいとかおのおので探して、まあ、今日までをすごい楽しみにしてたのね。なんだけど、まあ、その子も体調崩しちゃって、ほんまに行きたいって一番楽しみにしとったって言ってるのも LINE で連絡くれて、でそれも見て、いやこれはその体調崩して行けなくなっちゃった子のためにもこれは行くしかないと思って。これはね2人分私は楽しむしかないと思って、よし1人で行こうって決めたのね。まあでも1人ってなるとやっぱり海外は今回を含めて2回目なんだけど、1人で来るっていうのももちろんプライベートっていうのも今回が初めてで、まあ、結構さ2人以上か1人でさ、なんだろうな、まあ、初めてって意外とハードルが違う気がするんだよね。私の中では楽しみ 100% から楽しみ 40% 挑戦と勇気 60% みたいな感じに感覚に思って、やばーって思って、こういう瞬間ってほんまにあんねんなみたいな思ったのね、今日通して。でもすごい楽しかったし、まあ、確かに疲れたよ、荷物多かったし、知らない土地を
こう歩いたりずっと探して歩いたり、まあ、もう物を探すってのも大変だったからね。とりあえず、まあ、疲れたのは疲れたけどいい疲れたなって感じだね。だから今日はすごいリラックスして寝れると思う。明日の予定は一応、まあ、いろんなところに行きたいなって思ってて、まあ、もちろん今日その予想以上に自分のものを変えたので、自分が欲しかったもの変えたので、まだ変えてないものもあるけど、明日は結構なんかその観光地的なスポットに結構行きたいなって思ってて、あ、まあ、それこそインスタのリールとかで流れてくるおすすめのカフェとかも、まあ、行ってみれたらいいなって思ってるし、それこそイテウォンとかホンデとかトンデモンな、そういう本当にいろんなところに行って楽しめたらなって思います。あとね、まあ、お目当てでまだ買えてないものもあるので、それを買いに行くのと、まあ、お土産ですよね。お土産も買いに行けたらなって思ってます。それぐらいかな。でも結構それで歩いて、明日もクタクタになるはず。明日はカンジャンケジャンとかキンパとか、それこそチャプチェとか、本当に伝統的なもの、焼肉もそうだ、サムギョプサルとかも食べてみたいなって思う。お腹に入るか分かんないけど、食べれたらいいなって思ってます。じゃあ今日は早めに寝て明日に備えます。じゃあね。